私でも見たよ。そういう話題になったから。うん、何がどうだったの？何がどうだった？何なの？まあ内容が、ね。内容が、過激すぎるし、あとその、本当に児童養護施設で育った人とかに対する配慮が足りないってことでしょ、うんうん、でもね、配慮足りないんだ。そんなの関係なしに、芦田愛菜ちゃんが恐ろしいよ。恐ろしい。どうしたの？恐ろしいね、あの子は。ちょっとあのね、なんか、最初の方のシーンで、うん、その、泣く演技をしないと、ご飯が食べれないっていうシーンがあったのよ、養護施設の中で。うんうん、それで、そのみんなそれ苦戦してんだけど、うん、後から芦田愛菜ちゃんがポンって座って、これでいいんでしょぐらいな感じで、うん、うわーって泣いた後に、お前食っていいって言われて、って言って、ご飯食べるシーンがあるのよ。すごかった。で泣いてんだ。大泣き。そんな何それが問題になってんの？要はだからその描写が、実際はそんなことないのに、まるでそういうね、子供をそういう風に。ああ、そうか、そんなことないのにしてるって。うん。わかんのじゃん。養護施設では、泣かないと何食べられへんの？そんなことない。それがだから事実と違うっていうことなんですよね。わかんやろ、でもそれは。だから、それが、だから、ノンフィクションなのか、フィクションなのかっていうところにまた来るけど。わからない。いやいや、それはだから別に、ノンフィクションではないから、どうなのって話なのよね、だから。どうなのよね。で物語としてもちょっと過剰すぎるんじゃないかっていう言い分ね。例えばこういう魚屋がありますと。はいはいはい。魚屋のやってはならないことって、こんな腐った魚を売ることじゃないですか。腐った魚を売ったら、いやいや、それ営業と一緒やろ。いやだからダメだよってことで、だからもう腐った魚をもうこんなもん売ってしまえとか言って並べるシーンがあったとしたら、魚屋がふざけんなって怒って、はい、怒ってきたいう話。そうでしょ、でしょ、簡単に言えば、うん、まあ大まかにはそういや、そういうことやろ。まあ、魚屋さんで言えばね。魚屋でも何屋でもいいんだけど。はい。だから、養護施設も、目くじら立てすぎやいう話か。いや、養護施設がクレームをつけてきたのは、別に普通のことだと思うのよ。それを見て、例えばじゃあ魚屋さんが、あんな魚屋ねえよって言って、こう、クレームはつけてくるじゃない、そういうの見れば。ドロドロのタコ出してたりね。ドロドロのタコってどうなったんだろう。いや、もうドロドロなんで。ドロドロなんで。もう食べたらすぐ死ぬね。それはダメよね。タコはもう食べたら死ぬよ、ドロドロの。あ、そうですか。いや、死ぬよ。だって特別な菌があんのよ。あ、そうですか。もう一週間苦しんだ挙句に死ぬねよ。すごいで。まあでも、タコは中さ。タコを食べる方がいいよ、ね。いや、ドロドロっぽいのを出してる店もあんねん。あ、そりゃあるよ、そんなもん。タコ屋だらけやから、そんなもの。タコ屋だらけかな。そりゃだって日本全国どんだけどんだけ何、寿司チェーンとかあんねん。みんなタコ屋やん。でもタコ焼きにね、ドロドロ入ってたらわかんないですよね。いや、タコ焼きでももうドロタコ入ったらあかんよ。ドロタコダメ。もうガツンいかれてるよ。まずい。ものすごい菌があるな。それは俺実際にその先生に聞いて。ああ、そうですか。イカよりもタコを気づけた方がいいですよ、と。タコには特別な、ドロドロ菌が突っ込るから。いるからね。そういう話よ。なるほど、なるほど。そういう話なのよ、だから。そういう話よ。ほら、どうでもええわけよ、これ。養護施設、タコ気付けよって話。違うと思うけど、そういう話やもん。そうだよ、もうどうでもいいんだよ。もう一個、だから、スポンサーが降りちゃうっていう問題もあるんでしょ。スポンサーは何か枝降りるから、そら。高須クリニックの社長がね。ドロドロのタコ？違うでしょ、それ本当に危ないでしょ、それは。いや、高須、ね、委員長ですか、はい、が、スポンサーが降りたから、じゃあ俺が、スポンサーになるって名乗り上げたんですよね。でそしたら断られたっていう。日テレから。日テレから。なんで、ドバイの CM ばっかり流されたら嫌だって。あればっかりになると。そんなことはないと思いますけど。そう。